3月14日日日の取引を終えました。日経平均株価、全引けはプラスだったんですが結局、5場は売り物に押されてマイナス圏に沈んでしかも安値引き、今日の一番安い値段で大引けを迎えました。 結局終わり値では昨日に比べて3円22銭安い21,287円02銭でした今日の安値で引けています安値引けですトピックスも、まあ、厳密には大引けが安値でありませんけども今日の一番の安値のところで大引けとなっています昨日に比べて3.78ポイント安の1588.29と 15時ちょうど大引けそのものではありませんが結局一番安い1588.29が今日の引け値となっていますこちらも前場プラスでしたが5場マイナス1600ポイント割れであります 東証一部5番から売り物に押され全体の6割に当たる1257銘柄が下落上昇したのは4割弱783にとどまりました5番マイナス転落そして東証一部の時価総額が600兆円を割り込みました599兆を飛んで200億円となっていますそれでは日経平均株価5分足チャートご覧いただきましょう 昨のの終わり値がこちら、今日の始め値がここでありますけれども、今日朝方、ポーンと跳ね上がって、2万1500円台を回復する場面、この線ですね、この線を回復する場面がありましたただ、結局、買いが続かず、このように、前引け時点ではプラス圏ながらも、上げ幅縮小、そして後場は売り物にずるずると押され、結局、わずかではありますが、マイナス圏に沈んで、安値引けでした。 特段ファンダメンタルズですとか海外環境などの急速な変化というのは確認されていないんですけれどもまあそもそも3月期の年度末期末が近づいてきているということで国内の金融機関を中心にま決算期対策の売りが出ているのではないかと決算売りが出ているのための疫出し売りも観測されているようですまあこのあたり日経平均トピックスの動き一部銘柄は今日ずるずると売り物に押される展開でした。 一方で、新興市場も難聴な展開となっています、例えばマザーズ指数ですね、こちらも全比計1.3ポイント高だったんですが、終値、ね、大比計値では7.4ポイント安ということで、5番マイナス転落。 日経ジャスダック平均、全場は1000高ということで、昨日の終値とほぼ同じでしたが、5場、大引けでは3円67銭安ということで、こちらもマイナス圏に沈んでいます。いずれも5場にかけて、何か期末を意識した売り物が出たのかもしれません。こうした中で、個別銘柄の値動き、5分足チャートでご覧いただきましょう。例えば NTT です NTT も結局今日の朝方のところが高値寄り付き店場その後売り物に押されましたが日経平均がずるずると5場売り物に押されたところに比べますと NTT は5場何とか値を保っています結局4767円とまあ一応値持ちの固かった5場の動き NTT であります え一方で今日冴えなかった銘柄でありますがこちら3402のトーレですね冷やしチャートでご覧いただきましょうトーレ冷やしチャートですまあ、特段個別の悪材料東レにから悪材料を観測されていないんですけどもえ例のボーイング機の墜落問題でト東レは炭素繊維を航空機向けにかなり大きく 販売しています、まあ、このあたりボーイング関連銘柄として悪い連想売りを誘ったのかもしれませんえ昨日も陰線つけて売られて今日こちらもほとんど今日の安いところで引けるとえなかなか底値圏で下髭が出ていませんので、まあ、明日以降の売りももしかしたら可能性があるといった悪い形のチャート形状で直近の安値を割り込んで売られました725円50銭で1日の取引をやています 今日の東京市場日経平均トピックスとも5場崩されまして2つの指数ともマイナス圏に沈んでおいていますまあ、国内の金融機関などを中心に決算対策の期末売りが観測されている模様であります以上大引けの模様を東証アローズからお伝えしました